菩薩門門下世尊妙僧具我今住摩悉無悉我依念妙意堪遮恩具所具妙所僧伽陀無盡意妙超感動業禅の少女具勢人妙快略甲府四義寺他千の具仏仏大少女願が異妙略説門妙具現心心念受け妙法蓮華経観世音菩薩不問本これを今回作成することになりました。私の方ではお経のケースにあたる膣というものを制作いたしました。これは一つずつ手作りで作る非常に難しいものでした。この私が生まれ育った場所京都の西陣の外れになります。で、まあ、御所の西側にもなるんですけども、その西陣というところで小学校中学校高校とおりました。でここでは昔から西陣織という日本でも有数の織物産地として中世から発展してきた町です。私が小さい時はどこ行ってもガタコガタコという旗の音がしていたところです。お経の表紙とそして膣というブックケースにあたるものはこの西陣織で作られた絹の織物を使っております。いろいろ難しいところもありましたけども、全部手作りで作るという非常にいい経験をさせてもらいました。で、法華経は何かと言いますと、釈迦が入滅後500年ぐらい経って、まあ、紀元1世紀頃に生まれた非常に本格的なお経で、全ての人が平等であるというのが説かれています。その中の一つに観音経というのがありまして、観音経は割と現世利益を追求する非常に皆様に馴染み深いお経であります。お経というのは、まあ、釈迦の入滅後に作られた釈迦の言葉をアーナンダという方が記録に留め、そしてそれを三蔵法師といわれるクマラジュが中国に持ってきて漢訳します。そして漢訳したものが今日も伝わっているわけです。その一つを模写ですけども明の時代に作られた非常に精密な素晴らしいお経を今回こちらの方で膣を作りました。